ツイステッドワンダーランド。はい、というわけでツイステやりましょう。いやー、1年ぐらい前にね、あのキャラクター見るだけっていう動画を出したんですけど、そっからまあずーっといつやろうかなーって考えてて、まあもういい、やろうっていうことでいや、ディズニー好きなんですよ。ディズニー好きやからね、まあどんなもんなのかなという。一応なんかね、章ごとに区切りがあるみたいだから、とりあえず切りのいいところまでやる感じにしようかなと思います。はい、あ、最後までやるってなるとね、多分相当大変だと思うんで、まあまあじゃあ早速やっていきましょうか。一応キャラ選択画面までは前回見たから、まあそっから先の話になると思うんだけど、あ、でもちょっともう忘れてるから見るか、改めて。ああ、お、魔物かごいですね。愛しい我が君、気高く麗しい悪の花。悪ね、ヴィランがテーマなんだね。あなたこそが世界で一番美しい。いや、いいね、めちゃくちゃディズニーだね。教えておくれ、この世で一番。いや、白雪姫に出てきたやつだね、魔法の鏡っていうのは。お、馬車。あれ、馬車といえばシンデレラ。あ、これマレフィセントの城かな、眠れる森の美女の。お、馬車で、あ、でも全然違うわ。シンデレラのはあのカボチャの馬車だから。闇の鏡に導かれし者よ。闇の鏡、汝の心の望むまま鏡に映る者の手を取るがよい。魔法の鏡とは違うのか。え、でも魔法の鏡を闇の鏡って呼んでる可能性もあるな。いや、ディズニーの中でどういう立ち位置なんだろうな、このツイステの話は。パラレル、ほいあったね、これ。どのヴィラン好きかでしょ。いや俺前回どれにしたんだっけ、結局。そのつけがてえよ、こう落つ。あー、ハートの女王。いや、このちゃんと原作のね、ディズニーアニメ映画の方のハートの女王になってるのがいいですね、実写の方じゃなくて。いや、実写も好きだけど、あれでもそうか、実写映画はあれ赤の女王なのか。じゃあ違うの。はい、スカー様いらしてたんですね。あ、これ背景がさ、あのディズニーアニメのね、なっていいですね、これ。これあれかな、最初にあのスカー様登場した時に爪をギーって引っかくところ、あそこのシーンかな。いや、もうスカー様大好き、もうイケメン化する必要ないですよ、本当に。声もいいしね、歌もうまい。ただ政治の才能がなかったという、それだけ。アースラ様いや、もうこのままもうヴィランと交流するゲームやらせてくれよって思っちゃうんですよね、僕なんかね。まあそういうゲームじゃないんでね、仕方ない。アースラ様、ヒレンすら幸福な結末へ導いた慈悲の魔女。その通りね。言うて一回はアリエルの願いを叶えてエリック王子と合わせてるわけだから、そこはもう素晴らしい慈悲の魔女。はい、ジャファー殿、砂漠の魔術師。いや、ほんとなんで最後ランプの魔人になっちゃったかな、この人な。普通に最後勝ち格だったのにね、もうほんと欲深法師さんだから可愛いね。ジャファー殿いいよね、ちょっとアホなのがね。はい、女王、毒リンゴ全身タイツおばさんこと女王。てか俺最近気づいたんだけどさ、あのディズニーランドの白雪姫って女王出てくるじゃん、おばあさん。あのアトラクションにヴィランが出てくるパターンって結構珍しいと思うんだよね、俺。あのアースラ様はね、昔あのマーメイドラグンシアターに出てたけど、もういなくなっちゃったし。はーい、ハデス様、ハデス様大好き。いや、俺前回さ、ハデス様にしたんじゃなかったかな、結局ハデス様にしたような気もするな。いや、ヘラクレスは今実写化進んでますからね。まあ、ハデス様は誰がやるんだ、あの喋り方再現してほしいな。みたいな。みたいな。あれ再現してほしいな。はい、マレフィセント。まあ、マレフィセントは一番有名なヴィランだよね。映画にもあったしね。マレフィセント主役の映画出たしね。いや、マレフィセントとクルエラ行くなら、スカー作ってくださいよ、マジで。スカー。ライオンだから無理なのかな、ライオンの実写化になっちゃう。でもライオンキングみたいな感じでね、スカー作って。いや、でもなー、スカーさんはあのアニメの動きが良かったんだよな、ぬる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 ね。いひーどうしよう、ハデス様で行くか。なんか前回もハデス様したような気がするし、まあここはハデス様で行くわ。いや、ブギー様いたい一択なんだけどなーって前も言った気がするわ。はい、でこっから多分それぞれの寮の生徒を選んでいくんだけど、一応もう一回見ていくか。
これハレス様の寮モチーフがケルベロスなのいいな、マークが。でディアソムニア寮マレフィセントのねどこだね、これマークドラゴンですね、マレフィセントドラゴンですね、いいですね。いやこの制服なのかな、制服もいいなこれ、ちゃんとマレフィセントのモチーフカラーになってて意識高えな。ハーツラビュール寮ハートの城のとこね、これ真ん中のリドルだっけ、リドルって子がハートの城モチーフで周りはトランプ兵なのかな、多分そんな感じだよね。ほいサバナクロー寮スカ様のとこね、いやムンムンしてますね、いいですねスカ様もムンムンしてるからな。両端はおそらくハイエナなのかな、オクタ、いやこの子らはいいよ、この子らはよく知ってるよ、前回も言った気がするけどね、両端ジェットサム、フロットサムで真ん中アスラ様のもんね、いやすごいわかりやすい、他の寮の子たちもこれぐらいなんかわかりやすくしてくんないかな、そしたら結構イメージしやすいんだけどな。でも性格とかも違うのかね、性格は別にヴィランに寄ってるわけじゃないのかな、まあその辺もやっていったらわかるんですかね。これスカラベア、この二人よくわかんねえんだよな、右はジャファーでしょ、右はジャファーなのわかるんだけど左はこれイヤーゴなのかな、イヤーゴかもしくは王様って言ってた気がするんだけど俺前回。そもそもアラジンにはヴィランがジャファーとイヤーゴしかいないんだよ。ポムフィオーレ寮ジョーのとこですね。てかそもそもそれぞれが何かのヴィランを担当しているってわけでもないのかな、例えばこのポムフィオーレ寮だったらもう全員がジョーをイメージしてるのかもしれない。いや一応白雪姫他にもちょっとしたヴィランいるけど、なんか謎のハゲタカみたいなやつとかそういうのイメージしてるとは思えないから多分全員が女王なんだろうな、そういうパターンもあるんだろうな。はい、イグニハイド寮戻ってきました。まあまあ各キャラクターに関してはね前回の動画で割と語ってたような気がするんで、まあとりあえず帰っていいかな、いや帰っちゃダメ、今から始まるからむしろこれからだから、まあ、とりあえずキャラ見るのはこの辺しといて、じゃあもうイデアシュラウドで行きますかね、ハレス様。今日はどんな面白いことが起こるんだろう、楽しみだね。弟もいるんだよな、オルトシュラウド。ハデス様に弟とかいたっけ、いやでもそういうことじゃないんだよなこれおそらくそういうことじゃねえんだよ、多分この子らはこの子らとしてもう独立してるんだよね。ハデス様をモチーフにしてはいるけども、ハデス様と同一のものではないんだよ。ないな、はい、後悔ないです。もうハデス様のね、ハデス様モチーフの量なんてもう選ぶしかないでしょ。てか俺はどういう立場でなんだろうねこれ、このイデアシュラウドっていうのを通してこの通性の話を見ることになるのか、何を選ばされたんだろうそもそも今。おっ、カンオケ、うおー出てきた、なんだイデアシュラウド、おっ SR イデアシュラウドもらった何これ、あそういうあれだったの、どのキャラクター欲しいってやつだったのか。ああ、そういうこと？イデアシュラウドもらっちゃった。星をも灰にする炎。続きだ。時をも封じ込める氷。喋ってんのは誰だ？空をも飲み込む大樹。おう。闇の力を恐れる。さあ、力を示すがよい。闇の力、あ、やっぱヴィランだから。え、てかマジでどういう設定なんだ、全然説明がさ、お、あ、データダウンロードあ、はい、お願いします。わ、なにこれ、ナイトレイヴンカレッジ4年生の名門魔法使用生、あ、ちょっと送りが早いなハーツラビュール寮ハートの、じゃ早い早い早い、読めないサバナク寮クリョウ寮、あ、読めないあ、でも4年生の魔法学校なんだね、なるほど。で、それぞれの寮があるっていう。はいはい、ハリーポッターみたいな感じか。わかりやすく言うと。ハリーポッターのホグワーツ的な場所ってことね。え、超面白そうじゃん。そんな。ヴィランモチーフの魔法学校。いや、これはいいですね。めっちゃワクワクするな。お、バトルについて。え、なにこれ。バトル。ターン制バトル。早速バトルをしてみましょう。ああ、チュートリアル。もう始まってるんだ。いきなりバトルのチュートリアルからどうなの？おー、すげえ。なんだこいつ。あれ？なんか、首からタコ。お、イデアシュラウド
え、待って待って、何の説明受けてないけど、まだ。え、てかあの敵さ、なんか首からタコの足生えてなかった？あれ、アースラ様？え、待って、これどうすんの？あ、こういうことか。はいはい、あ、いったやってる。え、絶対タコ足生えてるよな。何か忘れてる。おー、やってる。あれ、てか頭がケルベロスで、尻尾コブラだ。尻尾コブラで、体はこれマルフィセントドラゴン。あれ、いろんなヴィランのモチーフのキメラじゃない、こいつ。何これ。え、ちょっと待ってよ。とりあえず戦ったらいいのか。え、でも HP がものすごいあるけど。さらにもう行くぜ。いや、これ無理じゃない。負ける臭くね。おお、いや、ちょ、あれ、HP ゼロになった。おお、オーバーキル。ちょっと、あれ、負けた。え、チュートリアルだからいいのかな。あ、終わった。バトルフィニッシュ。ルーズ。負けイベか。負けイベっぽいな。え、でもなんだ今の敵。私に、彼らに、君に、お、残された時間は少ない。え、なんかチュートリアルだけどさ。決してその手を離さぬよう。なんかストーリーに関わってきそうじゃなかった今の敵。だって明らか、お、プロローグ。Welcome to the Villains World。 いいね。最高。ヴィランズワールド行こう行こう。え、これ楽しいな。ディズニーモチーフが当たり前だけどものすごい散りばめられてて。覚醒ストレンジャー。おこの音はもう朝。あ、選択したら、え、俺これ。この音はやべ、そろそろ人が来ちまうぞ。誰、早いところ制服を。制服、あ、もう学校なのか。この蓋重たいんだぞ。蓋、こうなったら奥の手だ。ふなーそれ、ふなーなんだそれ。え、どう、おお、青い炎。あれ、ハデス様、ギャー、火事だ。いや、どっちの上、ハデス様来た。ちょっとこの序盤、俺、選んだから、リオ。さてさて、お目当ての。え、でも、え、ハデス様の、いや、誰だよ。お前、なんでも起きてるんだ。いや、え、なにこれ、動物じゃん。お、ハデス様かと思ったじゃねえかよ。ややこしい炎出しやがって。喋るタヌキ、たくさんの棺が置いて、でも、この棺気になるかな。これに入ってたって。目の前の俺様を無視するとは、いい度胸なんだぞ。いや、ごめん。このグリム様に目をつけられたのが運の尽き。あれ、こいつさ、さっき戦ってたやつに似てるな、チュートリアルの。あれ、あいつなんじゃないの。お前のその服をよこすんだぞ。いや、なんでだよ。いや、え、普通にユニクロで買った。え、これ欲しい。さもなくば丸焼きだ。おお、あ、やっぱその炎お前が出してたのか。いや、それハデス様の炎だろ。お前が何出してんだよ。誰か助けて。タヌキに丸焼きに。下なんか余裕あるな。タヌキに丸焼きにされる。あ、夢だと思ってってことか。え、どうしよう。下にしてみるか。だからタヌキじゃねえって言ってるんだぞ。タヌキではないな。でも何何って感じだけど。え、どうした。あ、逃げてるのかこれ。え、突然魔法学校に飛ばされた。図書室、お、本浮いてる。え、あの棺から出てきたってことなのかな。ここは一体どこなんだ。夢なら早く覚めて。いや、上かな。ここどこ。てか多分ナイトレイブン。俺様の鼻から逃げられると思ったか、人間め。え、何こ、グリム、こいつは何なんだマジで。丸焼きにされたくなかったらその服を。いや、だからユニクロのルームウェアだってこれ。なんで欲しい。おお、いてえぞ。なんだこの紐。紐、何紐って。紐ではありません。愛の無知で。変な人出てきた。誰。え、誰ですか。ああ、やっと見つけました。君、今年の新入生ですね。あ、そうなの。俺新入生なの。え、新入生なんですか。いいんですか。ダメじゃありません。勝手にゲートから出るなんて。お、すいません。いや、てかこいつが開けたんだけど、グリムが。それにまだ手なずけられていない使い魔の同伴は高速違反ですよ。使い魔。あ、使い魔的存在なの。話せ。俺様はこんなやつの使い魔じゃねえんだぞ。え、てか俺新入生なの、マジ。はいはい、反抗的な使い魔はみんなそう言うんです。少し静かにしていましょうね。お、やべえ、俺生徒かよ。
めっちゃ嬉しい。まったく、勝手に扉を開けて出てきてしまった新入生など前代未聞です。扉ってのはあの棺のことなのかな。はあ、どれだけせっかちさんなんですか。テペロ、いやこいつが開けたんだけどね。グリムが開けたんだけど。さあさあ、とっくに入学式は始まっていますよ。マジで鏡の前行きましょう。鏡の前行く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 、入学式行く。え、やべ、俺生徒なんだ。新入生、扉、新入生、新入生、マジっすか。あなたが目覚めた、たくさんの扉が並んでいた部屋ですよ。あそこから新入生が入ってくるってこと。この学園へ入学する生徒は全てあの扉をくぐってこの学園へやってくるのです。やべえ、ヴィランの学校入学しちゃった。俺、特殊な鍵で扉を開くまで生徒は目覚めないはずなんですが。嬉しい。あ、いや、あのグリムがね、あの大量の棺は扉だったんだ。炎が、いや、そうそう、炎のこと言って、あのハデス様の、こいつハデス様の真似してますよ。ちょっといいんですか。元凶は全てこの使い魔のようですね。そうそう、こいつが開けたの、こいつが開けたの扉を。連れてきたのならちゃんと責任持って面倒を見なさい。いやいや、いや俺が連れてきたんじゃないんですよ。ちょっと変なおじさん、おじさんなのかな。と長話をしている場合ではありませんでした。うん、あ、そうそう、入学式、入学、行きたい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 、早くしないと入学式が終わってしまう。いや、ほんとにほんとにほんとに、行こう行こう。さあさあ、行きますよ。やったー、入学したい。あ、その前ここは一体どこです。いや、ここはだから魔法学校だろ。その前あなただ。あ、うん、そうだ、誰。おや、君まだ意識がはっきりしてないんですか。いや、あんた誰、変なおじさん。空間転移魔法の影響で記憶が混乱してるんですかね。空間転移魔法で来たんだ俺は。まあいいでしょう、よくあることです。え、優しい、教えてくれるんですか。では歩きながら説明して差し上げます。私優しいので。優しい。やべ、この変なおじさん好きかも俺。名前も知らない変なおじさん。あ、中に、あ、大丈夫ですか、お水飲みます。ここはナイトレイブンカレッジ。あ、さっき言ってたやつだね。世界中から選ばれた類まれなる才能を持つ魔法師の卵が集まる。俺選ばれちゃったんですか、マジっすか。ツイステッドワンダーランド切手の名門魔法師養成学校です。あ、ツイステッドワンダーランドっていう国なのか、世界。そして私は理事長よりこの学園を預かる校長、ディア・クローリーと申します。ディア、あ、ディアブロ、カラスのディアブロ。え、マレフィセントのとこの、ま、魔法師ナイトカレ、あ、ま、魔法師気になるかな。まあ、魔法使い的なことですね。この学園に入学できるのは、はい、闇の鏡に優秀な魔法師の資質を認められた者のみ。あー、それがさっきの映像か、手を取れっていう。選ばれし者、え、てか扉を使って世界中からこの学園へ呼び寄せられる。はあ、え、俺選ばれちゃったんすか、世界中から。マジか、光栄だな。なるほどね、あ、それがこの景色だったんだ。え、待って、あなたのところにも扉を乗せた黒い馬車が迎えに来た。絶対カラスのディアブロだよね、校長。ってことは理事長ってマレフィセント、マレフィセントが作った学校なんですか、ここ。そこ通えんの俺。やべ、顔が怖い馬ってなんだ。そのあの黒き馬車は闇の鏡が選んだ新入生を迎えるためのもの。ああ、馬車で迎えに来てくれた。学園に通じる扉を運ぶ特別な馬車なんです。ちょっとマルヒセントめちゃくちゃおしゃれな迎えに来方してくれてるじゃん。古来より特別な日のお迎えは馬車と相場が決まっているでしょ。いや、本当にそうなんです。シンデレラね、ビビデバビデブー言ってね、ありがとうございます。嬉しい。相場ってどこの、いや、ディズニーだよ、ディズニーの相場だよ。つまりあの馬車に勝手にここに連れてこられる。そうだよ、なんそのちいかわ工房みたいな。お、むがむ、あ、こいつまだいたんだ。さあ、入学式に行きますよ。いや、行きましょう行きましょう行きましょう、入学式行きましょう。やべえ、これめっちゃ楽しい。マジこんな設定だったの。マレフィセントが作った学校に入学すんの。いや、まあまだマレフィセントって決まったわけじゃないけど、でも校長がディアブロモチーフだったらもう完全に理事長マレフィセントだよな。おい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 、マレフィセントちょっと副業でそんなんやってた、理事長やってたの。言ってそんな。あ、ストーリー進んだ。あ、プロローグ2なんだ。あ、まだプロローグなんだ。今ので終わりかと思った。厳粛ブレイクなんだ。あ、入学式会場来た。
こんにちは、よろしくお願いします。これで入学式と寮分けは終わりかな。あ、ハーツラビル寮の リトル先輩。いいかい、新入生たち。はい。ハーツラビル寮では、あれ、僕がルールだ。ははは、逆らう者は首を跳ねてやるから。そのつもり言ってる。ハートの女王のセリフ、首を跳ねる言ってる。え、すごー。あー、スカー様のところ。やっと勝ったる意識が終わった。レオナ先輩、よろしくお願いします。コスメチェーンニュースね。さっさと寮に戻るぞ。はい、サバナクロー寮。あれ、待ってついてこい。俺どこの寮なの。あれ、ハデス様の寮なのかな。新入生の皆さん、あー、この度は入学おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんが充実した学園生活を送るよう、アズール先輩ですよね。オクタビネル寮寮長として、はい、精一杯サポートさせていただきますよ。あー、優しそうな先輩だ。よろしくお願いします。それにしても、あ、学園長はどこに行っちゃったのかしら。ポンフィオレ寮の式の途中で飛び出して行っちゃったけど。ビル先輩ですよね。よろしくお願いします。毒リンゴ食べさせないでください。食べ、食べる、タブレットあるんだこの世界。へえ。体でも痛めたんじゃないか。スカラビア寮のカイム先輩、よろしくお願いします。違いますよ。あ、校長来た。あ、来た。あれ、これ俺を連れてきたってこと。まったく、もう新入生が一人足りないので探しに行っていたんだ。俺今来たんだ、ごめん。すごい霊体だけ飛ばして挨拶しちゃった。寮明けがまだなのは君だけですよ。あ、今から寮明けするんだ俺。君は私が預かっておきますから。はい、早く闇の鏡の前。おい、マジ、俺とハデス様の寮なのかな、やっぱり。どこの寮になるんだ。これやべえな。何時の何時。はぁ、本物だ。ジャックオランタンです。あの、白姫いつも見てます。あと、あのファンタズミックも。あれ、なんかもう名前入ってる。あれ、いつの間に俺入れたんだ。まあいいや、ランタンです。よろしくお願いします。あ、握手してください。手ないけど、手ないな。指紋つけとこう。ランタン、はあ、呼んでくれてる。何時の魂の形は。はい。マジどこの寮なんの俺、これ。どこ。食べるね、食べるね。わからぬ。ちょっと、なんで。何ですって。いや、俺のこのディズニースピリット見てくださいよ。この者からは魔力の波長が一切感じられない。色も形も一切の無である。ちょっと、いや、確かに俺魔力今まで使えた試しないけど、人生で。どの寮にもふさわしくない。いや、俺帰らねえぞ。寮入れろよ、ハデス様のとこ入れろよ。いや、帰りたくない、現実に帰りたくねえ。魔法が使えない人間を黒き馬車が迎えに行くなんてありえない。いや、ありえないっすよ。そんな手違いじゃないですか。魔力あるんじゃないですか。ちょっともう一回見てください。生徒選定の手違いなどこの100年ただの一度もなかったはず。ほら、言ってますよ、校長がこうやって言ってますよ。一体なぜ。校長権限で何とかしてください、本当に。アップハッつってる。だったらその席、俺様に譲るんだぞ。いや、なんでだよ、お前人間じゃねえだろうが。あ、待ちなさい、このタヌキ。逃げた、グリムが。ずっと無知でしょ。そこの人間と違って、俺様は魔法が使えるんだぞ。だから代わりに、俺様を学校に入れば。おいよ、ふざけんな、俺が入るんだよ。てめえ人間じゃねえだろ、そもそも。びっきりのを今見せてやるんだぞ。いや、魔法、確かお前使えたけど、青い炎のやつ。みんな捨てて。伏せる。あの炎、おい、ここでやんなよ。いや、何してんの。なあ、ちょ、尻に火が。尻に火がついてる。カリム先輩の尻。このままでは学園が火の海です。誰か、あのタヌキを捕まえてください。俺が捕まえるんで、入学認めてください。カッタリア。レオン先輩がカッタリがっているぜ。カリはお得意でしょ。まるまる太った絶好のおやつじゃない。確かにね、スカー様の意志を継ぐなら狩りは。なんで俺、てめえがやれ。そっか、やらないか。そっか、スカー様もやらせてたもんな、めっちゃ周りに。クローリー先生、お任せください。アズル先輩やるの。痛い気な小動物をいたぶって捕獲するという、皆さんが嫌がる役目、この僕が受け負います。ヴィラン的精神でいくとむしろ推奨されそうだけど、痛い気な小動物をいたぶるのは。さすがアズール氏、内心の点数稼ぎ来ましたわ。あれ、このタブレットってもしかしてあのイデア。なあ、俺が選んだ。誰か俺のケツの火消してくれてもよくね。いや、自分で消せよ。なんとかなるだ。皆さん、私の話聞いてます。いや、ちょっと捕まえるんでしょ。
あのグリムを。タヌキ捕まえるくらいあんたがやりゃいいだろう先生。ああ、校長、確かに校長なんかさっき捕まえてたじゃん。俺様はタヌキじゃねえって何度言わせるんだぞ。そこめっちゃ引っかかるじゃん。いや、何なんだろうお前。偉大なる魔法師になる男グリムとは俺様のことだぞ。魔法使いになりたいんだグリム。威勢のいい小動物ですね。リドルさん、お願いできますか。いや、足先輩やらないんだ、さっき言ってた。違反者は見逃せないからね、さっさと済ませるとしよう。あ、この二人がやるってこと。いや、俺もやりますよ先輩。先輩方手伝いますよ。リズミック。え、なんか始まった。あ、リズムゲーム。へえ。シナリオとリズムゲームが交互にあり、リズムゲームのスコアにより。あ、なるほどね、リズムゲームはあるんだ。グリムを捕まえよう、イージー。お、見ろ、俺様は強えんだぞ。あ、めっちゃ火吹いてる。おー、来た来た、リトル先輩。あ、魔法使ってる。僕の目の前でルールを破るとは。あー、送りが早い。さあ、早いとこ捕まえてしまいましょう。グズグズしていると夜が明けてしまいますから。え、俺もやりますよ先輩方。あ、二人で行っちゃった、ちょっと。え、俺さ、これ入れないのかな。あ、あ、ガチでリズムゲーム。なるほど、これでいいんだ。すげえ追いかけてる。船、行き止まり。出た船。それ口癖なんだ。泳がされていたことにも気づかなかったんですか。おお、追い詰めてる。観念するんだね、さもなくば。やだ、俺様この学校に入るんだ。グリムはなんでめっちゃ入りたがってんだ。いや、俺もそうだけど、お前もディズニー好きなのか。ふなー、ふなーって鳴き声なんだ。まあ、タヌキはふなーって鳴かないしな。確かにタヌキではないよ。あ、終わった。おおおお、やった、ランク SS。 ちょ、校長 SS ですよ、どうですか。入れませんか、僕をこの学校に。新入生で SS はなかなかいないんじゃないですか。どうですか。あー、で続きがあるんだね。結構なんだ、細切れに進むんだな、ストーリーが。なるほどね。プロローグ3、冷酷アンサー。入学式会場。オフイズユアヘッド。おお、首を跳ねろって言ってる。え、なにそれ、魔法。え、かっけー。栄翔そんな感じなんですか。え、めっちゃディズニーじゃん。おお、すげえ、首に。え、こ、か、え、俺もやりてえそれ。ハート女王の法律第23。はあ、祭典の場に猫を連れ込んではならない。じゃ、ハートの女王の法律を知ってる。さすがリドル先輩。猫である君の乱入は重大なルール違反だ。はあ、即刻退場してもらおう。あの、42条あれですよね、1キロ以上でかい人は出ていけっていうね。猫でもね。あ、猫じゃないんだ、猫でもないんだ。こんな猫感が一番あるけど。炎が出ねえんだぞ。え、その魔法の力ですか。僕がその首輪を外すまで君は魔法を使えない。ただの猫同然さ。じゃ、そんな魔法なの、ハートの女王の魔法。え、かっこいい。俺様はペットじゃねえんだぞ。え、リドル先輩、俺にもかけてください。心配しなくても、君みたいなペットこっちから願い下げだ。ハートの女王はな、チェシャー猫にめちゃくちゃされるからな。学園からつまみ出される頃には外れてるよ。あ、そうなんだ。え、かっけー。いやー、相変わらず素晴らしいですね。いや、本当ですね。どんな魔法でも封じてしまうリドルさんのユニーク魔法。あ、ユニーク魔法って、あ、固有の魔法なんだ、リドル先輩。欲しい。じゃなくて、あら、僕なら絶対にかけられたくありません。じゃあ、アズール先輩、他人のもの欲しがっちゃうの。アズラさんみたいに。どうにかしてください、あなたの使い魔でしょ。いや、違う、俺のじゃないんすよ。たまたま一緒にいただけで。しっかりしつけよう。え、あなたのじゃない。ああ、通じた。音声認識システム。そうなんですよ、違うんですよ。こいつが勝手に俺のその蓋を開けたんですよ、扉の。見知らぬ獣です、さっきから何度も言ってるじゃないですか。いや、ほんと、あの、見知らぬ獣なんですよ、こいつ。てか、獣ですらないのかな、何なんだろう。そうでしたっけ。いや、そうだ。いや、そうだよ。でも、初めて説明したか。では、学園外に放り出しておきましょう。あ、お願いします。したりはしません。私、優しいので。ねえ、優しいですもんね、校長はね。誰かお願いします。あ、自分でやるわけじゃないんだ。ギニャー、離すんだぞ。あー、連れて行かれた、グリム。俺様は、絶対、絶対。魔法師になりたいのか。大魔法師になってやるんだぞ。いや、マジで、なんなんだろうな、グリム。
なんでそんな必死に大魔法使を、なんかちょっとかわいそう、なんであんなに必死なんだろうね、なんであんな必死なんだ、事情があるんだろうけどな。まあ少々予定外のトラブルはありましたが、入学式はこれにて閉会です。俺は校長、俺どうしたいの。各寮長は新入生を連れて寮へ戻ってください。俺も寮に入りたい。ん、そういえばディアソムニア寮寮長のドラコニア君の姿が見えないようですが。あ、確かにディアソムニアの人いなかったな。あいつがいないのはいつものことだろう。あ、そうなんだ、いつものことなんだ。あれ、もしかして誰も式のこと伝えてないのか。え、式のこと伝えてない。そんなに言うならあんたが伝えてやればよかったじゃない。入学式自体知らなかったってこと。え、何それ。でも俺あいつのことあんま知らないんだよな。なんて、なんか かわいそうじゃない。ディアソムニアリオ、避けられてんの。誰も言いに行く人いなかった。ドラコニアってまさかあのマレウスドラコニア。マレウス、あの角生えてたやつか。この学校に通ってるってマジだったのかよ。あ、有名人なんだね。へえ。怖え。これ怖がられてて避けられてるやつ、うん、やはり。あ、ディアソムニアの、リリア。もしやと思って来てみたが、マレウスは来ておらなんだか。あ、この子は代わりに来たのか。また式典の知らせが届いていなかったと見える。また、あ、いつも届いてないの。申し訳ありません。決して仲間外れにしたわけじゃないんです。これは恐れられて、誰、恐れ多くて誰も。どうも彼には声をかけづらいオーラがあるんだよ。あ、その話しかけんなオーラが出てる感じの人なの。まあよい、ディアソムニア寮のものはわしについてくれない。ああ、あやつ、ああ、拗ねていなければよいな。ちょっと待って、拗ねるタイプの人なのそれで。ちょっとマレウス先輩、あの人、そういう人なの。ちょっと気になってきたな。面白そうだな。あ、はい。大変残念なことです。いやいや、ちょっと待ってください。校長待ってください。あなたにはこの学園から出て行ってもらわねばなりません。いや、それは生殺しですよ。ここまで見そいて。魔法の力を持たない者をこの学園へ入学させるわけにはいかない。いや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 、何でもやりますから。ご飯作ったり掃除したりしますから。本当にそういうのあれでもいいんで。闇の鏡がすぐに故郷へ送り返してくれるでしょう。いやいや、そういう心配じゃないんですよ。いや、本当、僕ディズニー大好きで。さあ、扉の中、強く故郷のことを念じて。パソコン、テーブル、ベッド、エアコン、やだー。いや、帰りたくないんですよ、校長。ちょっと、これ帰りたくないんだけど、おい。いや、ほうじゃない。なんで帰…いや、帰りたくないでしょ、これは普通に。一応、掘ってしとくじゃん。さあ、闇の鏡よ、このものをあるべき場所へ導きたまえ。やだ、ちょっと帰りたくないよ。日本に帰りたくないよ。ここにいたいよ。ツイステッドワンダーランドにいたいんですけど。もう一度。闇の鏡よ、このものを。あれ、反応してなくない？ちょっと校長。どこにもない。あ、え、帰る場所ない。このもののあるべき場所はこの世界のどこにもない。は、あ、無である。無？待って、俺。なんですって。そんなことありえない。ああ、もう今日はありえないのオンパレードです。俺の帰る場所がない？私が学園長になってからこんなことは初めてで、どうしていいか。それとも異世界転生系なのか？そもそもあなた、どこの国から来たんです？日本です。日本の広島です。実は、あ、言うんだ。これってマジで異世界転生系なの？もしかして。聞いたことのない地名ですね。あら、マジ。私は世界中からやってきた生徒の出身地は全て把握していますが、そんな地名は聞いたことがない。これ異世界転生じゃない。あ、マジか。一度図書館で調べてみましょう。面白い。あ、そういう設定なんだ。あ、俺ツイステッドワンダーランドのどっかから来たのかと思ってたんだけど、自分のことを。ガチで俺日本の広島から来たことになってんの。面白い、やべ。あ、異世界転生しちゃったよ俺。おい、ディズニーの世界に異世界転生しちゃった。やーべ、テンション上がるなこれは。やはりない。あ、
調べてくれたんですね、校長。世界地図どころか有史以来どこにもあなたの出身地の名前は見当たりません。あ、やっぱり完全に異世界。あなた本当にそこから来たんですか。いや本当ですよ、これ服見てください。これ嘘をついてるんじゃないですか、ね、いや嘘つい、これユニクロのルームウェア見てください。これこうなってくるとあなたが何らかのトラブルで別の惑星、惑星、あ、そう、あるいは異世界から召集された可能性が出てきましたね。出た、異世界という単語がやっぱり異世界転生なんだ。宇宙人、異世界、いや異世界だろう。ちょ、ディズニーの世界に転生しちゃった件じゃん。これここへ来る時に持っていたものなどは持って、え、何、え、スマホ、身分証明になるような魔導者免許証とか靴の片方とか靴、見るからに手ぶらですけど。ああ、そのシンデレラ的なこと、ちょっとおしゃれな例え。そういえば財布もスマホもない、見たまま手ぶらです。あ、財布、スマホ、あ、やっぱり、やっぱ現代人なんだね俺ちゃんと。困りましたね。いや、スマホわかるの校長。魔法を使えないものをこの学園に置いておくわけにはいかない。いやいや、そうですけど、そこはなんかこう、うまく校長権限で。保護者に連絡もつかない無一文の若者を放り出すのは教育者として非常に胸が痛みます。校長、いやでもヴィランとしてそれはどうなの。私優しい。いや優しい校長、ほんとヴィラン失格この人。うーんそうだ、あ、ニコどうしたん。学園内に今は使われていない建物があります。あ、そうなんですか。昔寮として使われていた建物なので掃除すれば寝泊まりぐらいはできるはずです。え、寝泊まりしていいんすか校長。そこであれしばらく宿として貸し出して差し上げましょう。ちょ、優しい校長。その間にあなたが元いた場所に帰れる方法を探るのです。いや、まあ、行き来できたら一番理想だけどね。なんて優しいんでしょう私、教育者の鏡ですね。いや、マレフィセントが学校任せたのも分かります。では善は急げです、寮へ向かいましょう。はい、少し古いですが趣のある建物ですよ。やったー、え、生活していいんだここで、嬉しい。校長ありがとう。うわ、続いた超楽しい、何これ。